ドロシー・ジョンソン・ボーンは、アメリカ航空諮問委員会、アメリカ航空宇宙局のバージニア州ハンプトンにある、ラングレイ研究所に勤務したアメリカ合衆国の数学者、計算主。1949年にウェストエリアコンピュータ部門の管理者となり、同センターで部下を管理する最初のアフリカ系、アメリカ人女性となった。後に、正式に管理職に昇進した。 28年間の勤務の中で、プログラミング言語フォートランを自ら学ぶとともに部下に教え、1960年代初期のコンピュータの導入に対応した。後に、ラングレー研究所の分析計算部門のプログラミング部門を率いた。マーゴットリー・シェッタリーのノンフィクション小説、隠された数字、宇宙開発競争の勝利に貢献した。 アフリカ系アメリカ人女性の物語で取り上げられた女性のうちの一人。小説は同名の電気映画、ドリームとなり、同じ2016年に公開された。2019年、議会名誉黄金勲章を追贈された。1910年9月20日、ミズーリ州カンザスシティで、アニーとレオナルド・ジョンソンの間に生まれ、出生時の名前はドロシー・ジーン・ジョンソン。家族は、 ウェストバージニア州モーガンタウンに引っ越し、そこでボーンはビーチャースト高校を1925年に卒業し、卒業生総代を務めた。オハイオ州、ウィルバーフォースのウィルバーフォース大学で学ぶため、アフリカンメソジスト監督協会日曜学校会議のウェストバージニア州評議会から全額免除の奨学金を授与された。ウィルバーフォース大学で、社交団体アルファカッパアルファに、 加入、1929年に数学の学士号を取得した。1932年にハワード・ボーンと結婚、ハワードは1955年に亡くなった。夫婦はバージニア州ニューポートニューズに転居し、アン、メーダ・レオナルド、ケネス、マイケル、ドナルドの6人の子供を設けた。家族は裕福で尊敬を集めたハワードの両親、祖父母と共に、 バージニア州、ニューポートニューズのサウスメインストリートでも暮らした。ボーンは家族と教会に非常に献身的で、このことは NASA で働くためにバージニア州ハンプトンに移り住むかどうかの大きな要素となった。1929年にフリーダム大学を卒業した。教授たちにハワード大学の大学院進学を勧められたが、世界恐慌の中の家族を支援するため、バージニア州、 ファームビルのロバート・ルッサ・モートン高校で数学の教師として働いた。14年間の教師としての経歴の間、バージニア州の公立学校、その他の施設ではまだ、事務苦労法に基づいて、人種の分離が行われていた。1943年、ラングレイ研究所での28年間に及ぶ数学者、プログラマとしてのキャリアが始まり、航空路、 スカウトロケットのための計算、コンピュータプログラミングを専門とした。キャリアは第二次世界大戦の真っ最中に始まった。戦争中の一時的な仕事と考えて、ラングレー記念航空研究所に来た。後に、子供の一人は NASA に勤務した1941年、フランクリン・ルーズベルト大統領は、大統領令8802号を発行し、防衛産業における、 人種差別を廃止、さらに大統領令9346号で連邦機関と防衛契約先の雇用と昇進における人種分離、人種差別を禁止した。このことは1942年に第二次世界大戦にアメリカ合衆国が参戦した後、すべてのアメリカ人の戦争への協力を引き出すことを後押しした。二つの大統領令の制定及び 多くの男性が戦争に徴用されたことから、アメリカ航空諮問委員会も航空機の製造を支援するため、アフリカ系アメリカ人女性を含む女性の雇用を拡大、採用を増やした。二つの大統領令8802号、9346号の発行に続く2年間、航空工学の研究におけるデータ処理の必要性が急激に増加したことから、 中の施設であるラングレー記念航空研究所はより多くのアフリカ系アメリカ人女性の採用を開始した。アメリカ合衆国は戦争の勝敗は航空機で決まると信じ、技術者、数学者、職人、熟練行員を育成して航空機の製造にすでに注力していた。1935年、中は複雑な計算を行う女性数学者の部門を作った。 1943年にボーンはアメリカ航空諮問委員会のバージニア州ハンプトンのラングレー研究所で働き始めた。アフリカ系アメリカ人のみが所属する人種分離された部門ウェストエリアコンピュータ部門に配属された。このことは新たに採用したアフリカ系アメリカ人女性を白人女性の同僚とは分けて勤務させることを求めた事務苦労法に沿った結果だった。 アフリカ系アメリカ人女性は別の食堂、トイレを使うことも求められた。このアフリカ系アメリカ人女性からなる人種分離されたグループは当時の道具を使って複雑な計算を手で行った。ウェストエリアコンピュータ部門は結果的にラングレー研究所のすべての部門の研究に貢献した。その業務は戦後ジョン・ F ・ケネディ大統領のもとで強化された。 アメリカ合衆国の宇宙計画の研究、設計の支援に拡大した。1949年、ボーンは亡くなった白人女性の後を継いで、ウェストエリアコンピュータ部門の部門長になった。中における、最初のアフリカ系アメリカ人管理職、かつ、少数の女性管理職の一人だった。アフリカ系アメリカ人女性数学者のみのグループを率いた。 公式に管理職の地位に昇進する前の数年間、代理の役割を果たした。ボーンは、ウェストエリアコンピュータ部門の女性、他の部門の女性が、職場での機会を得ることに尽力した。将来コンピュータが使われることを予想し、手計算からの移行に備えて、プログラミング言語と、その他の概念を女性たちに教えた。数学者のキャサリン・ジョンソンは、 ラングレー研究所の航空機械部門に移動する前、最初、ボーンの部門に配属された。1961年に、中が最初のデジタルコンピュータをセンターに導入した時、ボーンは電子計算機部門に移動した。コンピュータプログラミングに習熟し、自身でフォートランを学ぶとともにテケイさんからの移行のために同僚にも教えた。スカウトロケットにおける業績で、 宇宙計画に貢献した。1958年に設立された中の後継機関である NASA で引き続き働いた。中が NASA になる時、ベストエリアコンピュータ部門を含む人種分離の施設は廃止された。1994年のインタビューで、ボーンは宇宙開発競争の時のラングレー研究所で働くことはとてもワクワクする最先端にいるようだったと語っている。 その時代のアフリカ系アメリカ人女性としてできることを変えできないことに与えたと語っている。1960年代を通して数値技術部門に勤務した。ボーンと以前ウェストエリアコンピュータ部門で働いていた人の多くは電子計算機の最前線に立つ人種、性別が統合されたグループとして新設の分析計算部門に加わった。ボーンは ナサのラングレイ研究所に28年間勤務した。ラングレイ研究所での勤務の傍ら、6人の子供を育てた。子供のうちの一人もナサラングレイ研究所で働いた。バージニア州ニューポートニューズに住み、公共交通機関を使って職場のあるハンプトンに通勤した。ボーンと計算手の同僚であるレジ、ハンター、ビビアン・アデア。後ろに立っているのは、 マーガレット・ライデナーとシャーロット・クレイドン。1971年に61歳で NASA を退職した。2008年11月10日に98歳で亡くなった。アフリカ系アメリカ人の社交団体アルファカッパ・アルファのメンバーだった。アフリカンメソジスト監督協会の活発なメンバーでもあり、音楽、布教活動に参加した。数学数学という歌を書いた。亡くなるとき、 6人の子供のうちの4人、10人の孫、14人のひ孫が見とった。マーゴットリー・シェッタリーのノンフィクション小説、隠された数字、宇宙開発競争の勝利に貢献したアフリカ系アメリカ人女性の物語、同名の電気映画、ドリームで取り上げられた女性のうちの一人、アカデミー賞受賞者であるオクタビア・スペンサーが、暴逆を演じた。2019年、 議会名誉黄金勲章を追蔵された。同じ2019年、月の裏側のクレーターの一つが、彼女の名前にちなんで、ボーンクレーターと命名された。ありがとうございます。